令和2年10月6日、皇居で執り行われる今年の新滑祭に献上する米と泡が無事に収穫できたことに感謝する報告祭が阿蘇神社で行われました。神事には阿蘇市建国事業推進協議会会長の佐藤義之阿蘇市長をはじめ、建国殿で今年の春から栽培にあたった大田黒元義さん、 松子さん夫婦らが参加先月行われた抜き保斎で収穫された建国米建国泡を神前にお供えし玉串を捧げました栽培者の大田黒さんはこの日を迎え大切に育てた娘を嫁に出すような気持ちになりました害虫や台風にも耐え無事に献上する運びとなりほっとしていますと話していました 例年ですと皇居に直接持参し献上されますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、10月25日までに郵送で献上することになっています。